こんばんは、速稼塾の久保です。さあ、今ね、見えてるのが、中央に見えてるのが六本木ヒルズを中心とした、東京タワーの真ん前にあるホテルからの夜景なんですよ。さあ、それではですね、画面を室内に向けて、はい、バスボール、ローブですね、もうこんな格好で失礼します。今日はすっかりね、落ち着いてしまいました。改めまして、速稼塾の久保です。ミスターマイアミさんへのメッセージをお届けします。まあ、この電波がね、東京から、フロリダ州のマイアミに届いてると思ってね、いや奇跡みたいな感じがしますよね。しかもそのミスターマイアミさんに私の放送が、まあ、何かしらのね影響とか励ましとか行動力を起こさずモチベートをさせていて、まあ、今ね60話まで来ちゃったというこのやり取り、やっぱり60話ってことは私の返信もあるんで合計120話来てるわけですよ。これすごくないですか。で他の方もこの動画のやり取りに触発されて自分も作らないととかね、あ塾長に送らないとみたいな感じで私のところにも動画が寄せられております。本当にね嬉しいなと思います。こういう風にインターネットっていうのは世界の片隅でちょっとねこう波紋というかねことを起こすことができるんですよね。でその波紋っていうのは他の人にぶち当たるとその人も波紋を発することができると、そういう風な形でどんどん進んでいくんですよね。気がついたらおそらくなんですけども、このねミスターマイアミさんをはじめとする皆さん会社にお勤めだと思うんですけども、それからねいろんな方に出会ってると思うんですけども、そういう方から受ける影響よりもこの動画から受ける影響の方がもう一番大きいんではないかなと、そういうふうに感じることもあるんじゃないかなと思うんですよ。でこれがね通信の力、インターネットの力、放送の力、コミュニケーションの力なんですよね。まあ、こういうふうな形で新しい世界を切り開いてその世界で自分が自由にね縦横無尽に生きていくことができるっていうのが、これがまさにね自由の第一歩だと思うんですよ。なかなか全部がね自由になることはないと思うんですけども、これからその YouTube を通じてですね自分の世界をここに思いっきり表現していただきたいと。映画を作るようなつもりで自分の人生というドキュメンタリーを作るつもりでどんどんね自分の得意分野とか自分の好きな分野とか、逆にすごくね嫌な思いをしたっていうね愚痴を言うとかねそういうのも一つのコンテンツになります。で最初は私がおすすめしているドライブ動画って言って、ただカメラを設置して運転してるところをずっとね道路とか森とかを映すみたいなので始めてると思います。でもいつの間にか動画をアップロードする習慣がついたと思うんですよ。で習慣がついたら今度はね番組を作るっていう意識でやっていってもらいたいんですよね。で番組を作る意識になるとその看板とかねタイトルっていうのが気になってくるんで SEO 込みのタイトルをつけるとかサムネイルを作るっていう風な段階になってくると思います。まさにミスターマイアミさんは本当に導かれるようにねこういう風なステップをどんどん踏んでいってると思うんですよ。プラスこれは副産物と言えるんですけども、ミスターマイアミさんがねどんどんステップアップしてるのにつられて他の方もあ自分もやんなくちゃみたいな感じでね多くの方を引っ張っていってくれてるんじゃないかなと思いますね。奇跡ですよね。話が最初に戻りますけども、この日本広島から私がこうやって電波を送ると、マイアミから日本にその電波が帰ってきて日本のね全国各地で YouTube っていうものを通じて自分の表現をしようみたいなねこんなことが起きてくるっていうのがまさにね、すごいもう未知の力ですよね。私が幼い頃とか全く考えられなかったですよね。はい、で昨日はね海老名のオフ会だったんですけども、やっぱオフ会は FX を中心に集まったんですけどもね、やっぱ集まった方の中には何人かの方がですね、まあ、私のねこのナイト2000トランザムの話題を出してくださって、いやトランザム見たいですみたいな感じになるんで任せてくださいと、次海老名に行くときは車で行きますんでねベタベタ触ってくださいねということでございます。それでは今回はその動画の最後にね、一つのメッセージをお届けしたいと思います。それはですねこのナイトライダーが9月の28日岡山市に行くということなんですよ。岡山市である方がねなんかセミナーをされると、そこに潜入取材に行くというねそういう風なストーリーでございます。でこれもね9月の28日1週間ぐらい前から徐々にどんなことをやるのかとか誰のところに行くのかってことをお知らせしていこうと思いますので、ちょっと楽しみにしていただきたいかなと思います。まさにこれもね番宣というねこの YouTube を通じて自分の行動の番組宣伝をするというねこの楽しみですよね。何があるんだろうって気になった方は多分9月28日カレンダーに丸してずっと見ると思うんですよ。ミスターマイアミ様でこういう風にしてやっていただきたいかなと思いますよね。なんかねスポーツの観戦とか行くと思うんですけども、何月何日はすごく大事な試合があるんだみたいな感じで、予告を出していただくとそこに対していろんな方のね興味が集まるんじゃないかなと思います。そうなんですよ。何月何日っていうのも重要なタグになりますからね、是非ねタイトルタグに入れてみてください。それでは今回は放送以上でございます。明日の放送でまた会いましょう。失礼します。